宇佐市院内にあります宇佐市平成の森公園に来ています。大変いいお天気で気持ちがいいところですが、実は今日宇佐市平成の森公園陸上競技場、野球場、農村交流センターの改修工事完成式典が行われました。この詳しい内容を教えていただきますのは宇佐市文化スポーツ振興課の並松さんです。並松さん、こんにちは。こんにちは。まずはこの完成、改修工事完成おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当にこの気持ちのいい大自然の中に、ね、美しいこういうスポーツの場が出来上がりましたね。はい、今回ですね、グランドを、全面人工芝、また陸上競技場を、全天候型のウレタン舗装に改修いたしました。ほう、それなんか農村交流センターには新しい施設が完成したそうじゃないですか。はい、今回ですね、新たに合宿場として農村交流センターを、増設いたしています。どういったところが、この改修されましてより便利になったのかを私も知りたいので教えてください。はい、じゃあ今からぜひご案内いたします。はい、それでは行ってみましょう。まずは先ほど人工芝のご説明をしていただきました、はい、こちらです。こちらです。そうですね、JFA って言って、サッカーの協会になるんですけど、もう公認している、素晴らしい、人工芝のグラウンドになってます。こういう、人工芝に変わりますとどういう大会が行われますか？でですね、高校総体だったり、あと少年サッカーとかの大きな大会が開けるようになってます。そして成山さん、この周りにはすごいトラックがまた色鮮やかで綺麗ですね。はい、ちょっと走ってみていいですか？あ、どうぞ。スタート。いやー、成山さん疲れました。若いのにそんなもういい汗をかきましたよ今。はい、もうやっぱ気持ちよかったですね。気持ちよかった。そして足元がやっぱり走りやすくなってますね。そうですね、もうやっぱ陸上競技用なんで足が回るような感じですね。陸上選手はこういったところで走ってるんだなとちょっと感動しました私。はい、私も実際走るの初めてやったんですけど。どうでした？走りやすかったですね。ありがとうございます。さあ、そしてですね、今ここに座っておりますけれども、ここは観客席だそうです。立派ですね。はい、もうこの施設も、新しく増設という形で。何席ありますか？全部で528席用意してます。なので多くの皆さんに観戦できるように、席を多く作ってます。もう本当に見やすい、視界がとても広くていいですね。はい、もう一望できるようにできます。はい、農村交流センターにやってきました。はい、森さん、こちらが新設になった施設です。こちらお風呂になります。お風呂、広い。これだったら合宿中に皆さん順番にお風呂に入ることになるでしょうけども、結構な人数で。はい、もういっぺんに入れると思います。次はランドリー室になります。はい、ちゃんと洗濯機と乾燥機も、設備が整ってますね。はい、こちらが、監督さんや、保護者の方のお部屋となってます。天井も高くて広々していいですね。はい、生徒の皆さんは何人まで、最大何人まで入れることになってますか？最大74名、収容というか入れるような形になってます。さあ、今日は宇佐市平成の森公園改修工事が終わりまして完成した内容をお伝えをいたしました。いかがでしたでしょうか？成山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当に美しくなって、とても綺麗でしたし、もう気持ちが良かったです。はい、ぜひ多くの方に使っていただきたいと思ってます。これだったらいい練習、そしていい試合ができそうですね。はい、もういい成績が皆さん残せると思います、ここを使うと。はい、お待ちしてますよ。そしてここを利用したいという方は、どちらにお問い合わせをしたらよろしいでしょうか？はい、お問い合わせ先は、宇佐市の文化スポーツ振興課までよろしくお願いします。はい、また使用料等は、宇佐市のホームページの方にアップしておりますので、そちらもご覧ください。はい、野山さんは子供の頃から野球少年だったそうですね。はい、ちょっと今面影はないですけど、ずっと野球やってました。ここで練習したことあるんですか？はい、ここで試合もやったことあります。ここ野球場もあるんですよ。どうでした？ですね、ホームラン打たれました。それはどうなんでしょう。もうちょっといい話をください。ここの野球場どうでした？そうですね、1回ノーヒットノーランを
ここでやったことがあります。すごいピッチャーですね、はい、そういった、なえわさんもねここでやったことありますけど、ぜひ、野球、そしてサッカー、テニス、その他いろんなスポーツで活用できますんで、ここでいい汗をかいてスポーツの成績を上げていただきたいと思います。お待ちしてます。